おはようございます。2021年令和3年12月16日木曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。最初の話題丸一としてはですね、日本の統計、こちらがねまた、信憑性に疑義ありというような、状態になってしまいます。国土交通省毎月発表している建設工事受注等動態統計というもの、こちらね何かというと、こうデータを、集める、統計なんでね、データ集めるのは当たり前なんですけれども建設工事、こう建設業者に、建設工事どれぐらい受注してますかっていうこと、その動向、実際に建設がこれからどれだけ増えていくのか、建築業において、どれだけいろんな着工が見込まれているのかっていうことをですね、公共機関とかあるいは民間とかからですね、詳細に、どんな受注工事するんですか、どんな風に工事受注してるんですかっていうことを把握する、それによって、実際に数字が動く前の、いろんなものが建設工事ってね、資材の調達とかいろんなところにも影響してくるので、それを早めにしっかりと把握することによって、各種経済社会施策のための基礎資料を売るとともに、企業の経営方針策定等における参考資料を提供すること、これをね建設工事受注動態統計調査目的にしていると、今内田陽光のホームページに参照して、ちょっと説明させていただきましたけれども、こういった建設工事受注動態統計調査、これがですね2013年度以降データの二重計上、こういったことをしていたということが昨日発覚判明したということです。どんな内容だったかというとですね、どんな風に二重計上しちゃってたかというと、こう毎月集めるんですけれども、毎月集めるって結構しんどいじゃないですか。この頼まれた方も、いやそれは毎月出せって言われましてもみたいなところありますよね。なので、まとめて後から遅れて提出しちゃうっていうことがあるわけです。で一方国交省としては、いや毎月ね数字を提供しなきゃいけないから、こうデータばらつきがあったら困っちゃうと。ある時は10社分、本当はもっとね集めてるんですけれども、ちょっと例えですよ、10社分、集めて公表と。で翌月は9社になっちゃう。そうすると単純にそれだけで 10% ダウンとかになっちゃうじゃないですか、数字のデータが。なのでそういった時には、推計値、これで10社分、9社は生データ、1社は推計値で合わせて、それで10社分っていうような、精度は少しね、本当のものと比べたらちょっと下がっちゃうんだけど、やっぱ統計きちんと継続的に毎月やっていく、毎月舐めていくことによって、推計値が入っていてもですね、大ずれはしないよねっていう、こんな感覚で、やっていたわけです。で、その後、ところが、で今、9社がね、1社遅れちゃったと。で、次の月も忘れちゃったとか。で、3ヶ月目に、ごめんなさい、今までの3ヶ月分遅れちゃいましたっていうふうに、出してくるわけですよね。で、受け取ったと。で、じゃあ、受け取った時にどうするかっていうと、もうすでに、過ぎ去った、1月分、2月分としましょうか。1月、2月分ってもう推計値で、数字入れて公表しちゃってるわけだから、一つやるとしたら、それを遡って数字を、その推計値を本当の数字に書き換える。これはいいですよね。推計値入ってた速報値を、確定値に変えましたみたいな、これをしっかりと公表してやってくれたらいいわけですけれども、そうするわけでもなく遅れて数字が出てきた、その遅れて数字が出てきたものをそのまんま3月に3ヶ月分計上しちゃうみたいなことしちゃうわけ。なので1月推計値が入っている、2月にも推計値が入っている、で3月には1月2月3月分の数字が入っているっていうことで、これも単純に二重計上しちゃってるわけですよね。本来であればもう、1月2月分遅れて提出してくれてありがとうと。でもね、実はもう集計しちゃってるから、ごめんね、これカウントしちゃうと20になっちゃうから外しちゃうねみたいなね、そんなやり方をするとかね、いろいろとあるわけですけれども、それが全くされないまんまと。で、この建設工事受注動態統計っていうもの、
これ自体は僕は、今回初めて、あ、そんな統計あるんだなと。まあ、いろんな統計取ってるんでね。あ、そんな統計もあるんだなと。ところが、まあ、建設工事って、まあ、いろんな経済実態のベースになる走りの部分でもあるので、これ、他の、統計にもいろんなところに使ってるんですよね。この建設、ちょっと名前が覚えられない。建設工事受注動態統計。こちら他のものにも使っていて、GDP の算出。こちらにもですね、受注動態統計をもとに算出する建設総合統計。こちらを用いて、公共工事の出来高ベースを推計するとか、やってるわけですけども、これ二重計上になっちゃってたんで、上振れ GDP がね、してるかもしれないと。GDP 上振れって、結構やっぱりこう、みんなね、GDP の数字って気にするじゃないですか。ああ、今上がってんの？下がってんの？それとも、変わってないの？みたいなところを含めてね。なので、この GDP にも影響を与えてるんじゃないかという、まあ、疑念が出ているわけですけれども、昨日岸田文雄首相はですね、衆議院予算委員会の中で、2020年度、2021年度の GDP には直接影響していない。うん、まあ、間接影響しているかもしれないということ、うん。どういうことなんだろうと。まあ、とりあえず、影響してないっていうことを強調、しているということで、もしでも影響があったってことになると、今回、今ね、臨時国会でも話をしている、2021年度の補正予算案、こちらも、今、景気がこれだけ落ち込んできてしまう、GDP が落ち込んでしまっているから、みんな扶養しなきゃいけない。気持ちをね、上げていかなきゃいけないから、予算これだけつけなきゃいけない。景気扶養策に、お金使おう、予算にしようと。まあ、いろんなことね、理由に、ベースそうなってるわけですよね。例えて言うならば、僕らとしては、例えば毎日体重計に乗る。で、その体重計の数字を見て、うわー、ちょっと昨日は確かに食べ過ぎちゃったなぁ。じゃ、ちょっと今日は我慢しとくかとか。あるいは、あ、ちょっと通じが今は落ち着いてるから、よしよし。ちょっと今日はラーメン食べちゃおうかな、みたいなね。こういった数字を見て僕らいろんな判断をしてるわけです。ところが、実際にその体重を測ってみたらですね、鉄アレリュックに背負ってるの忘れちゃった。いやなんか、そう、太っちゃってるから、ちょっと我慢ずっとしてたのにってなったら、その食事の選択って正しいのって言ったら、本人としては、体重が増えたら、ちょっと我慢して。体重が減ったら少し、食べちゃってという、こういったことをやっていくのに、そこの数字が違うとか、なってくるとですね、これは個人でも当然間違えちゃうわけです。体重計壊れてたらね。なので、統計というもの、国のいろんな施策をやっていく上でも、統計っていうものがやっぱりベースになっていく。それは現場の感覚実態っていうのも大切なんですけど、やっぱ数字でね、デジタルできちんと出していく、残していくっていうこと。こちらはまあ国の一つ重要な責務、役割というところになるわけですが、うん、今回こう、建設統計、国交省で不適切集計と。いうことになってしまう、発覚ということになりましたが、最大の問題はですね、もともと2018年末に厚生労働省の毎月勤労統計、こちらでね、不適切な処理があったということ、で、その時に合わせてですね、他にもないんかいという一斉点検、再発防止しようということで、いろいろとその時に膿を出し切ろうということで、一生懸命ですね、こうやって2019年1月、総務省政府の基幹統計の4割で誤りがあったと公表、そこの部分についてしっかりとやっていくよと。で、2019年12月にはですね、政府の統計改革推進会議、不正再発防止の総合的対策を決定という流れの中、今年2021年の4月に、会計検査院から、俺、これ二重計上してない？って今回の、建設統計についてですね、会計検査院から指摘があったと。それに対して国交省が統計の処理方法を2021年の4月から変更しているのに、このね、12月まで黙ってたというところ。このあたりがね、やっぱり、こう、ポイントになってくるのかなと。まあ、最大のポイントは、2018年、まず、そもそもなんで2013年からこんなやり方変わっちゃったのと。それまではね、適正だったのが変わっちゃった。背景何があるのって。
これね、やっぱりね、ちょっとこう、もしかしてって思うのは、ちょうど自民党に切り替わってアベノミクスがね、始まるタイミング。そこでどうにか数字を上振れさせたかったっていうところで、なんか、意図が働いたんじゃないか、みたいな疑念は当然出てきちゃうわけですよね。まあ、それについてきちんと説明を果たしてほしいですし、まずはなんで始まっちゃったかっていうこと。で、二つ目、2018年に統計、の問題、2018年末に統計の問題、厚労省で起きて、総合的に見直そうとしたとき、そこでなぜ見逃されてしまったのか。これ、二つ目のポイントですね。なぜ始まったのか。そして、変わるタイミングがあるはずの2018年末から2019年の頭に関して、なぜ見逃されてしまったのか。そして、今回、2021年4月に見つかった。これはね、もうようやく見つかったっていうことで、見つかったこと自体はいいんですよ。もうそれでそこから直していこうなんですが、なぜその2021年4月のタイミングで、いや、すいません、間違えてましたって公表しなかったのか。やっぱこのあたりね、こう、改めて政治、何か不祥事がある。不祥事があるのはしょうがないんですよ。人間だもの。間光雄さんじゃないですけれども、やっぱりミスがある、それはもうやむを得ないことだと思います。そのミスがあった時に、どうリカバリーショットを打つか。やっぱね、隠すってのが一番こう、ん?って、他にはあるんじゃないの?そこにはなんか悪い意図があるんじゃないの?っていう、まあ、こういった疑念をね、呼び起こしてしまうということで、政治に対する不信感、まあ、政治と金の問題で今、高まっているわけですけれども、政治だけじゃなくて、今度は政府、官僚のやってること、そこにね、官僚と統計みたいな感じでね、またそこに不信感が、高まっていくみたいなことがないように、しっかりと岸田政権、ここでね、統計の海、しっかりと出し切って、そして、なぜそんなことが起きたのか、きっちり説明をして、次に進んでいくためのですね、ベースを築いていってほしいなと強く思います。